日刊元帥をご覧の皆様、ごきげんよう。帝国式まるまるやってみたということでですね、ついに、10回目を迎えております。はい、こちらです。ダダン、プリンプラスカレーでカステラ。これは本当なんでしょうかね、ちょっと想像つかないですけど、ぜひこれはすごく自分的にも感想が聞きたいなと思います。はい、こちらですね、プリンです。上の見えますか、これ上の部分はちゃんとね取りました。なんでここに、まあ上についてる部分の代わりにカレー粉をまぶそうかなと思います。はい、カレー粉です。まあどんなもんなんだろう、これ多いな、こんなもんかな、もしこんなもん、こんなもんでいってみたいと思います。はい、サラ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 、あれサラサラいかないサラあでもこれはまあでもちょっとプリンっぽくしておきますね固めて固めて、よし、はい、できました。帝国式カステラですでは、行ってみましょう。日刊元帥、さて、たくあんトークが盛り上がったところで、はい、今日はもう素晴らしい最もう10品目になるんですか、とうとう。そうですね、10品目ですね。10品目はですね、はい、これはパッと見もうあこれじゃんっていうふうに思ってもらえると思います、はい、あ、本当ですか。うん、ちょっと甘いからサクッと食べてみてください。あ、甘い。その昔ポルトガルからやってきた、違う、オランダからか、まあいいやカステイラの、お、カステイラ、カステイラ、はい、どうぞ。ほら、あ、カステラでしょ。カステラっぽいですね。ほら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 、カステラっぽいですね。ガッといった方がいいよ。わかりました。じゃあガッといった方がいいよ。カステラ、これはもう最後だ、カステラっていう。カレーです、カレーです。これまあこれカレー粉かけすぎたんじゃないですか、これ、まあ、カレー粉かけすぎかどうかの前にカステラにカレーの要素ってないと思うんだ。ああ、そうですね。そもそもカステラ食べた時にカレーの味が少しするなって思うんだったら、ええ、カレー粉と合わせるとそうですね、カレー、カステラになるって分かるんだけど、はい、多分ねこれ意図が違ってて、カステラに見えるっていう、あーあ、味じゃないんすね。よくわかんないけど、なんか一個だけずれたのが来たんじゃないか誰もカステラの味になるものを求めてるわけ。こうするとこの味になるじゃなくて、こう、プリンにカレー粉をかけるとカステラみたいに見えるっていう見かけがカステラで、あ、見かけはカステラでした。じゃあこのシリーズでいこうこうするとカステラに見える、見えるシリーズにすれば間違ってない。だって辛いっすもん。うん、その、うん、でこんだけカレー粉食べれば普通辛いよ。辛いっす。カレー粉でこうやって食べないもん。食べないっすあー、カレー粉は溶かすもん。そう、あ、ちゃんと。そうっす。あー、汗がすげえ吹き出してきたんですけどだからそれは出島のね、長崎の人もびっくりだよねこれが、そうですか、何番のお菓子かいやー、見た目は確かにカステラっぽかったんですけどね、うん、だからその企画意図として、はい、企画の意図を変えちゃえば合ってるんだよ。ああじゃあこっちに合わせようあ、見た目か味か、見た目か味かだったら見た目に合わせてみよう。あ、こうするとカステラに見えるもう何が出てきてもおかしくない見える見えもはや食べうん、られるものじゃなくなる可能性が高いですね、うんうん、分かんないよ、本当にもうそのチョコレートソースがけとかでコールタールとか出てるよ見えるもん、確かに。まあ確かに見えますね見えるもの、コールタールとか、うん、もうダメですよ、それダメですってロッいやー
方も言う方だけど、作る黒崎も作る黒崎だっていうぐらいで、まあ、もったいないから後で黒崎は食べるでしょう。そうですね、これ食べた方がいいですよ。だってもう今ここら痛いですもん。だからこうカーッとなるよ、カーッとくるよ、燃えるようなバラになれるよっていう。ああそうか、あの時に食べてれば燃えるようなバラになれたんですね。カーッとなるよ。まあでもなかなかね、人生生きてるとプリンとカレー粉を一緒に食べる経験がないでしょうから。そうですね、貴重な経験をさせていただきました。下はプリンなんですね。下はプリンで上がカレー粉です。はい、そうですね、見た目はカステラです、うん、通常こういう合わせ物って別々に食べれば美味しいんだよねっていうふうに言えるんだけど、カレー粉は食べるものじゃないから。そうですね、食事会、そのプリンは確かに美味しいかもしれないけど、カレー粉はそのまま食べてもこうなるんだよ。こうなりますね。じゃあ結果分かってるじゃない。っていうところでした。はい、明日はいよいよあれが登場いたします。お相手は元帥こと楠本修正と、マーシーこと真島新太でした。まだまだ続くよ、木曜日へ。